どうも皆様ごきげんよう、クーです。それではペーパーマリオ折り紙キング続きをプレイしていきましょう。さてピーチーなんたらご忘れちゃった、船の名前忘れちゃった。船になんか大海原に向かってほしい、で船に行ってほしいということだった。ボム兵の願いを聞き届けて大事な荷物を取得した後、風渡り谷へ到着いたしました。まあそこまでが前回までのあらすじかな。理由も聞かずに俺を信じて大海原で行ってくれてマジ感謝っす。あの船で何があったのか、そしてビップルームにあった大事なものが何なのか、すべてお話しするっす。なんとなくね、予想はついてるんですけどね。あれは仲間のボム兵たちをプリンスピーチ号だね。で船旅をしていた時のこと。俺たちはビップルームを借り切って大いに旅を楽しんでました。なるほど。すると突然海の中からあのボスゲッソーが現れ、ピーチ号を襲ったんす。俺たちは船を守るため体を張って戦いました。その時、あら、導火線ね。俺は頭の導火線を吹き飛ばされ大海原に投げ出されたんす。だから爆発しないのか。海に落ちたショックで記憶を失った俺はやがてキノピオタウンに流れ着き、記憶を取り戻すため自分の探しの旅に出たというわけです。なるほどね。そういえば確かに導火線ねえな。じゃああれか、オエドランドで兄貴たちと一緒に見た花火、あれでボスゲストとの戦いを思い出し、全ての記憶は戻ったんす。じゃああのボックスの中にあったのは導火線かな。でも記憶が戻って本当に良かったっす。オリビアさんを助けるため大事なことも思い出せましたからね。若くして故障でスクラップになった俺の幼馴染、その忘れ形見としていつも持ち歩いていたあいつの導火線をあのビップルームに置いたままにしてたんすよ。兄貴、最後に大事な仲間を助けることができるなんてボム兵身寄りに尽きるってもんす。これでついに幼馴染のあいつと一緒に一人前のボム兵になれる気がするっす。兄貴とオリビアさんと旅ができて本当に楽しかったっす。ありがとうっす。おっ、3日目。そんな気はしてたけれども、ああ残骸も残っとらんやんか。マジか。オリビア、あそっか、ハンマーで叩いてきれいにしないとね。わっ、マリオさんが助けてくれたの、ありがとうございます。俺じゃないんだよ。もう重くて重くて苦しくて苦しくてとっても辛かったですわ。あすごい、あんな大きな岩が粉々ですわ。一体どうやって、まるでドカーンと。あマリオが、マリオが。ねえ、ボム兵さんは？さっきから姿が見えないですわ。マリオさん？まさかボム兵さんが、ドカーンとあの岩を。そんな。マジか、あそこでリタイアか。追っかけよう。これでオリビアに何かあったらボム兵も浮かばれんぞ。風抜けるトンネル。あ、チョロヌープ。チョロプーだった。俺なぜかさ、チョロプーのことチョロヌープって言うんだよね。はい、またもやお客さんだ。ここはチョロプーの穴だよ。さっきちっこい女の子はすっごい勢いでここを通っていったよ。あ、こっちに通っていったの？一応、あれこれ見た方がいいとは思うんだけど、これはもしかしてあれかな？出口側から時短で、あ、じゃあここ行くか。時短で通り抜けて来れる場所かな？あ、しかもあれじゃん。これ、紙の手がないとダメなやつじゃん。あれ？あ、そっか。そうだよね。オリビアがいないと紙の手できないからね。そう、まあ一応やるけどね。オリビアがいないので紙の手は使えないと。じゃあ、オリビアを、まあ、連れてきて、あそこで扉を開けてもらってって感じかな。行きましょうか。
なんだなんだ、いっぱいいるね、チョロップ。はい、俺たちクッパ様の命令でここで金目のものを掘ってんの。あー、そういや最近クッパ様見てないな。そうね、じゃあここは金でも取れるのかな。あ、100。はい、うん、なんかあっちこっちなんかありそうな気はするけど、あ、一応開くんだ。あ、待って待って、結構複雑だぞ。俺たち体が資本、穴掘りはきつい仕事だよ。そうだね、穴掘り体操第一、日本初め、ラジオ体操的な。俺たちの兄貴は働くのが嫌だってここ飛び出してどっか行っちまった。今頃どこかで叩き売れもやってんじゃないか、路上販売ってやつ。あはは、タートルボール売ってたあいつか。なるほど、この周辺にキノピオいなさそうだね。下にも道があるんだよな。女の子を泣かせたらダメだからな、この女の子泣かせ。ごめんなさい。それはごめんなさい。はい。土の中からいろんなものが出てくるな。穴掘りはやめらんねえな。なるほど。アテナブロック回収率 100%。早くも 100%。で、こっち側にも行けると。なんかいろいろあんな、本当に。よいしょ。ああ、世の中にも3年、よくぞ見つけた。これをやろう。どうもありがとうございます。はいはいはい。本当に複雑だな。ちょっと、自分がどの扉に入ったことあるのかしっかり記憶しておかないと。あれ、いた。ボム兵さんが私のためにいなくなっちゃった。こんな悲しい気持ちのままでは私はもう旅なんて続けられない。でもボム兵は別にオリビアのことを悲しませたくてなんか体張ったわけじゃないからさ、なんもできねえ。あ、はい、さっきと同じセリフですね。さて、どうしたらよいものか。なんかないかな。オリビアを元気づけられるものがあれば嬉しいんだけど。あれ、チョロプーたちが、待って待って、ちょっと待って、チョロプーたちがいなくなったんだけど。オリビア、オリビア、はい、そうね、ニッチもサッチもいかない。さて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 、あ、こっち下に行く道か。え、じゃあこっちもいなくなった。誰もいない。本来ここに誰かいたんでしょうね、きっとね。誰もいない、誰もいない。進めるほかないだろうな、これな。宝箱、はい、おっと、穴がある。はい、ここは、はい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 、宝箱。で、ここは道ができるのかな。なんかありそうだけど。はい。で、ここ叩く。で、こっち。はい。で、こうか。なるほど。で、宝箱が開けられるだけか。大事なものの箱。こっち側に道はないね。じゃあここは宝箱があるだけか。お金がめっちゃ出てくんな、この周辺。いや、まあそれはいいんだけどさ。一応こっち側行ってみよっか。あら、あ、いた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 。なんかよ、表ででっかい岩がぶっ壊れたみたいでよ、破片が散らかりっぱなしだったのにみんなで片付けてたとこさ。ああ、それは申し訳ありませんでした。岩がこんな風に粉々になるなんて一体何があったかなかね。これさっきの岩かな。兄貴、
え、なに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 、ボム兵のかけらでもあるのか。ボム兵？兄貴、オリベさんかなり落ち込んでいるみたいっすね。このままじゃ助けた俺も切ないっす。そうだよな。でも兄貴ならきっとオリベさんを元気づけてあげられるんじゃないっすかね。ほら、あれがあるじゃないっすか。鉄板ネタのあれっすよ。あはは、あれか。さあ、もう一度オリベさんのところに行っていつもの笑顔に戻してあげるっす。不謹慎とか言われそうだけどな。まあ、とりあえず行ってみよっか。鉄板ネタ見せてあげるか。おかげで気持ちがふわっと軽くなりましたわ。それじゃね、こんなところでいつまでもメソメソしてたらダメですわ。そんなのきっとボム兵さんだって望んでないはず。私頑張る。必ず兄上を止めてみせます。マリオさん、改めてよろしくお願いします。うん、入れないだよし、じゃあ行きましょうか。さて、じゃあ改めていろいろ見ていこうかな。オリビアが少し元気を取り戻したところで、まあ本調子ではないだろうけれども。あ、何これ、嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーどう？今ね、お金ないんだよね。お宝チャイム、宝箱か。お宝フィギュアがあると音が鳴る。今ちょうどないんだわ、ごめんな。ここで武器も変えるんだ。キラってるもの、キラアイアンブーツ、キラハンマー、キラキノコか。一応3つともあるかな。足りなくなったら買いに行きましょう。なるほどね、ここで物品も変えると。そういうわけか。で、あと入ってないのはここかな。ん、何してんの。サボってるように見えるけどサボってないよ。休み時間。なるほど、まあ休みも重要。オッケー。いや本当にこの周辺キノピオいないね。まあいないならいないでいいんだけどさ。え、ちなみに、あ、待って待って、紙テープね。はい、ちなみに本当にキノピオいない。キノピオ救出率 0% ってことはまだいるね。いるんだな、この周辺で。あれ、あ、そう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 、あれ、なんだかボム兵さんが近くにいるような。いや、さっきここにいたんだよ。そっか、ボム兵さんは私たちの思い出の中で見守ってくれてるんですわ。ボム兵さん、私頑張ります。マリオさんどうしたの、行きましょう。あ、あれはマリオの幻覚だったの。え、どういうことでしょうか。まあ、とりあえず神の手で行っていきましょうか。 OK。 さあ、じゃあ奥に進みましょう。あ、キノピオいるね。おい、はい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 。で、これな、はい、ん、え、何、マリオさん、助けていただきありがとうございます。私、キノピオモータースのエンジニアでメカニックのセールスマンのキノピオです。エンジニアでメカニックでセールスマンのキノピオ、はい。助けていただいたお礼にそちらのブーツ化を差し上げます。ブーツ 2000GTR 最高出力150ヨシ、最高速度カットビート。こちら、当キノピオモータースが開発したブーツ化の最新モデルです。この先に広がる広い、焼け砂砂漠を素早く快適に移動できますよ。さらにターボチャージャーによる優れた加速を楽しめるカットビモードも搭載しています。なるほど、そうそう、オーナーの証としてこちらもお持ちください。鍵ホイッスル、ブーツホイッスル、焼け砂砂漠で使うとブーツカーが呼び戻せる。あ、なるほどね。そのホイッスルを吹けば乗り捨てたブーツカーをマリオさんの元に呼び寄せます。ただし砂漠使用者のため焼け砂砂漠以外では呼べないのでご了承ください。それでは早速ご乗車ください。乗ってみるか。うん、コックピット姿が様になっていますね。 L で移動しながら ZR を押し続けると加速してカットビモードになります。折り紙部屋壊せるモードを蹴散らしながらカットボードでとても気持ちいいですよ。それでは行ってらっしゃいませ。行ってみよう。うーん、ダン。
ドーンとね。オッケー、激しい、これは激しい。降りてハンマーで叩く。はい、私が売られていたのはスコップ、シャベル、どっち、どっちですかね。そしてキノピオ救出率マックスになったってことはもうないのか。お宝発見率が 50% ってことはまだ本当はどっかにあるんでしょうね。それはね、今はいいかな。さあ、焼けつく砂漠地帯。ここが砂漠、意外と暗くて涼しいんですよね。夜はね、そうだよ、寒いんだよ。砂漠ってもっとお日様ギラギラみたいな感じだと思ってたけど。そう。さて、で、ここ砂漠地帯でいいのかな？焼けつく大砂漠。あ、めちゃくちゃなんか、広そう。まあ、行ってみるか。ガッドビー。お。広いな、本当に。焼け砂大砂漠。広い。これこれ、砂漠ってこういう広いイメージですわ。なるほど。でも、マリオさん、やっぱり砂漠にしては暗くないですか？お日様の機嫌悪くて真っ暗なのかも。いや、お日様にしては暗いな。え？月でもないよね。真っ暗っていうか真っ黒。よく見たら真っ黒っていうか塗りつぶされてる。お空ごと穴が開いちゃってるみたい。穴が開いてんの？お日様の代わりに穴が開いてるなんて随分変わった砂漠ですよね。ブラックホール。でも一体どうやったらあんなところに穴なんて開けられるのかしら。まあ、これくらい筋方が過ごしやすくていいのかも。いやー、お空の穴も気になるけど、まずは紙テープの方に行ってみます。そうね、とりあえず行ってみようか。で、これ何？壊れはしない。え、調べらんない。え、なんだろうこれ。あ、動く。こやつら動くぞ。どお、中心に向けさせたらやっぱりなんか発動したよ。何のヒントもなし。え、マイク、あの棒、なんだか私呼んでるような気がします。マイク、歌うの？この棒を目の前にすると私の中で熱い何かを込み上げてきますわ。あ、マイテス、マイテス、チェックワンツー。では、リクエストお願いします。じゃあ、ギンギンモリモリはさ、そういうことか。ギンギンモリモリはデクの木の森のあの曲で、川の流れのごとくは、お江戸城に向かうときのやつか。じゃあ、ギンギンモリモリ久々に聴こうかな。観客少な。なるほどね。そういうのもあるわけだ。はーん、はーんやね。靴ここだね。オッケーで、アテナブロックがあるから、ああいうのも壊しておいた方がいいかな。ここへ。オッケーで、キノピオもいるね。ここへ、よいしょ。オッケー。奥にある祭壇が気になります。きっと大事な場所に違いないです。祭壇ね。確かに、あれは気になるな。で、この光ってるのは何だ？気になる地面ですが、叩いても何もなさそうですけど。あ、叩いても何もない。じゃあ今はいいかな。セーブポイント、はい。これ何でしょう？何かの台みたいな？お日様が描かれているみたい、ん？描かれてるみたいに見えません？違うか。いや、お日様に見えるけどね。一応セーブしといて。何これ、調べる。これお茶碗、砂がいっぱい入ってるから丼かしら。ちょっと何か置いてみます。え、置いたところでじゃない。それ置いても意味がなさそう。そうだよね。何か道具が必要なんだな、ここに。うん、あ、ここにね、これがあるから、よいしょ、剥がしておきましょう。オッケー。よし、これで
土管を使ってこのエリアまで一気に到達することもできますね。お、なんだなんだなんだ、お、なんだなんだなんだ、あ、テレサ、テレサがいる。ちなみにさ、この敵とかはさ、うら、あ、倒せますね。うら、オッケー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 、なるほどなるほど。お、キラキラブーツ、キラキラになってとっても強くなった、でもトゲは苦手と。はいはいはい、まあでもボス、いやボスじゃねえや、あのエリアのね、その敵の一覧とかそのギャラリー的なものを埋めるためにも必要だからね、敵と戦うのは。ありがとうございます。折り紙に毒はありませんのでご安心を。そいつはどう思う？あ、キラファイヤー、一列分の敵に投げつける、いいね。でこっちは何、なんかガッシャンガッシャン聞こえるけど、ちょっと戦ってみよっか。ほい。いやー、いいね、初戦闘だ。テレサは普通に戦えるのかな。あ、タイマーね、あのシルバータイマー増やしま、多分これぐらい。くっさ、ずれてる。あー、なるほど、そういうことするのね。なるほど、テレサらしいわ。どこに現れる？一列ね。オッケー。一二三。一体残っちゃったか。痛い。割と痛いな。オッケーオッケー。テレサ消えるのちょっときついな。覚えておかないといけないわけでしょう。それはなかなかの難敵よ。そい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 、オッケー。でこっちは一体何があるんです。ん、あ、くそ、間違えた。ちょっとこいつ戦ってみるか。よいしょ。トゲがあるだろうから、うわー、いっぱい来た。どうしたらいいんだろうこいつら。ハンマーで叩くのがいいのかな。リング操作3回。いや、リング操作2回な。こうしてこうかな。で、キラーアイアンブーツでいいのかな。はい、1回2回3回4回、一応十分なダメージを与えたら倒せるっぽいな。体が1個ずつ弾けるだけかなと思ったんだけど。わあ、頭だけ残った。もう一回普通のハンマーでいけるでしょうこれは。はい、じゃあこいつらはハンマーじゃなくて本来ブーツで倒すのが一番理想的なんでしょうね。敵によって攻撃方法を変えないといけないのは RPG の常な。 OK です。まあここにいる敵もそんなに苦戦はしないかな。ね、え、これ何？あ、はいはいはい。あ、カロンもいるやん。あ、そう。あんまり近づきないよ。うん、近づきすぎないようにしましょう。で、俺が気になるのはこっちよ。こっちの、な、何？これ山の中になんか入り口あんの？これ。あ、あるね。え？なんかいろいろあるよ。まあ、テレサはさっき戦ったから、今はもう、あっと、わあ、アイスフラワーだ。懐かしい。で、何これ、これ何？敵？ああ、この敵の影か。
おで、誰かいるね。はい、テルサね。はい。オッケー。はいはいはい。で、裏。待って。テレサの方を見つつ。はい。ありがとうございます。サボテンのトゲで破れなくてよかった。そうだね。よいしょ。そい。中入ってみましょう。あ、なるほど。ここは、バーでしたか。でっかいやつら、ビッグハンマーブロスと、あと、チビクリボーだ。ご注文、メガウマコーヒー、いただこうかな。なあ、マスター、こっちにも一杯頼む。でかっ。これで足りるかな。あ、みんなで飲むのね。おいおい、俺の分も残しておいてくれよ。ユニーク。さて、まあここを HP 全回復する。おー、結構すごいスピードで追っかけてくるね。 OKOK よし。じゃあこのエリアはまあ大体分かったから、他の場所に向かってみましょうか。あとカロンまだ倒してないから、カロンとも戦闘はしておきたいかな。そい、ほらよ。あれ？戦闘にならない。先に殴ったから？復活しないね。まあ、いっか。復活しないならしないでいっか。よし。じゃあ先を急ぎましょう。おっと、ここにキノピオがいる。はい。ありがとうございます。ここは灼熱の焼けつな大砂漠です。あれ？暑くないですね。なんでこんなに暗いの？異変が終わったら暑くなるかもね。おお、なん、この辺は何なんだ。はい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 。まだ必要か。 OK。 はい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 。よいしょ。おおおお、キラキラハンマーいいっすね。で、はい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 、 OK。で、カロンと戦ってみたい。お、OK。踏むと普通に、ダメだ。戦闘にならんわ。はい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 。よいしょ。OK、OK。まあ、こういうのはね、今のうちにね、ちょいちょい回復させておきたいよね。おい。おっと、ここにもなんかいろいろあるぞ。でな。じゃあ敵と戦ってちょっと集めてこようかな。ウェーブバトルか。敵を並べろ。リング操作2回か。こうしてこうか。で、まあ、キラアイアンブーツでいっか。1、2、3、4。ない、倒せないだと。それともあれ倒れてる状態なのか。キラハンマーでいこうか。OK。頭だけになると。はい。ガード、OK。カロンたち復活。はい。あ、そっか。で、こうか。はい。で、まず、バカ。ハンマーでサンボたちを倒す。赤いラインが出たら撃つ。 OK。 でキラアイアンブーツで踏む。1、2、3、4。これで OK？
OKOKOK。カロンを最後残した状態にしないと次のウェーブにならないのか。リング操作2回こうか。 OK。 さあこいつらどうなるかな。1、2、3、4、一応倒せるね。問題はこいつらなんだよな。エクセレント出せば一発で倒せんのかな。いやダメだ、グレートだった。よしガードするぞ。 OK、 ゼロダメージ。 OK、 よし、いいでしょう、いいでしょう。まああとは普通のハンマーでいけるはず。あ、ばっか、間違えた。エリア指定間違えたよ今。そう、ずれたところエリア指定してくることあんのか。それはちょっとつらいでござるよ。でもトゲがあるからもうジャンプ絶対ダメなんだよな。はい、 OK、 ありがとうございます。よし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 、あーすごいすごい。よし、これで OK だね。逃げるね、広いね。あ、こう降りておいで。そう、高いところからやった方がいいのかな、あいつ。そうで、ここは、はいはいはい、なるほど。 OKOKOK、 はい、ここもワープポイントができると。はい、よいしょ。結構深くは挟まってたね。神詰まりが解消できました。夜景数な大砂漠出張所です。いや、いいかな。よし、こんなもんかな。OK。よし。さて、こっち側から。くっ。あ、よし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 。いった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 。登ろうか降りようか迷ってました。決められてよかったです。落とされたんだけどな、お前の場合。よし、じゃあ向こう側の塔行ってみましょうか。これでだいたいあちこち走り回ったんじゃないかなね。あ、でも向こう側にもまだ道あんのか。あれ、入り口みたいなのがありますわ。何かしら。そうね、気になるところではある。わあ、とっても高い。ノッポさんですわ。上の方はまるでどこかの誰かさんのお顔みたい。キノピオみたいだね。一応セーブしよっかな。どうする？ちょいちょいカットしてるからまだ時間あるとは思うから、少し覗いてみよっか。待って待って待って。今なんかキノピオがいますよっていう合図出てたけど。階段いっぱい登りましたね。あ、頂上まで来た。ここはてっぺんのお顔みたいなところかしら。なるほど、灯台みたいなところでしょうね。読む、はい。何これ、古代文字。見たことのない謎の文字で全然読めないですわ。なんて書いてあるかすごく気になりますわね。うん、調べる。あら、こっからお外が見えますわ。これって窓かな。何かはめたら可愛いかも。ああ、ここに、あ、なるほど、あ、なるほどなるほど、なんかはめるのね。え、何かかしら必要そうだな。わからんけど。ちょっと、探しに行くか。この周辺にキノピオがいるんでしょ。これか？ほら。OK。この塔、上が丘みたいになってるんです。ヘンテコの塔ですよね。それだけ？それだけか。他に何があるんだろう。もうちょいなんか辺り走り回ってみるか。さて、今まで来た道は特に何もありませんでした。なので多分こっち側にしかもうないと思う。なのでこの黄色い紙テープの先行ってみましょうか。まだある。なるほど、
今セーブされたね。セーブされたんだったら一旦ここで終了しよっかね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらまずは紙テープを追いかけてみません？分かったわ。オッケー。どうする？行くか行くか行くか。いいよ、分かった、行こう。ここな、この地下かな。紙テープありました。思えばここまでとても長い道のりでしたわ。赤いテープを追いかけて、青いテープを追いかけて、この砂漠の真ん中でついに黄色いテープも砂の中に。砂の中なんだよな。地下でしょ。埋まってますわ。どうしましょう、私砂の中なんて潜れないし。あら、あそこに何か書いてありますわ。これ読めないんだよな。砂の潜り方が書いてあるかもしれません。どれどれ。マリオさん、これまた読めない謎の字ですわ。ああ、もう何もかもわからなくてお先真っ暗ですわ。こんな私たちに希望の光なんて見えないのかしら。光が見える。ピカピカです。あれがきっと希望の光ですわ。あんなにピカピカなら人のたくさんいる賑やかなところなのかも。あそこへ行けば謎の字を読める人がいるかもしれません。うん、なるほど。まあ行ってみるか。なんじゃこら。わあ、とっても光ってます。ピカピカでギラギラです。街なの？この先左奥砂漠はホテルの客しか入れないぜ。チェックイン済ましてきな。この先右奥砂漠はホテルの客しか入れないぜ。チェックイン済ましてきな。マジかよ、なんかディスコ見て。おっと、車はそこに止めな。ソーリー、ここでいっかな。お上手、どうも。ようこそムーチョサンドリアへ。ここはムーチョによるムーチョのためのオアシスだぜ。町の名前長すぎるけど、ギラギラにぎわっております。こんなにギラギラな謎の字を読める人がきっといそうですわ。すごい希望的観念。どこを見てもムーチョだけ。それがムーチョサンドリアだぜ。なるほど。あ、キノピオも一応いるっぽいね。 OK、 じゃあここでセーブして終了いたしましょう。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。